お疲れ様でございます。即解塾の久保です、えー。今回はですね、久しぶりに知見募集のお知らせでございます。えー、知見というのはね、いろんな薬剤や、例えば医療行為をしたい場合、いきなりね、多くの方に実施するわけにはいかないので、で、その知見をすることによって、実際にお薬にどんな効果が出るのか、 副作用や副反応はないのかってことをね、えー、試すためのものでございます。ですので基本的にボランティアで参加する形になりますが、優勝ボランティアって言ってね、報酬が出ることが多いです。私も20代の頃結構積極的に関わったんですけども、まあ1日1回注射を打って、で、えー、問診を取って、それを1週間泊まり込みでやって報酬25万とかね、こういったのがあったわけですよ。 で、今回は、膀胱がんの治験に参加してみませんかということで、募集が来ています、えー。3ヶ月に1回、投与の膀胱内注入薬をご使用いただき、飲み薬かなんかでしょうね。で、えー、治療薬の有効性と安全性を調べることが目的になっています。で、対象となる方なんですけども、膀胱がんの診断を受けている方になりますね、今。 だからちょっと少なくなりますかね、対象者。それから、BCG 治療を受けたことがある、または現在受けている方。で、こういうふうになります。それから、暴行を摘出していない方になりますね。おおむねこんな条件なんですけども、詳細はウェブから応募でいろいろとお問い合わせしていただきたい中、それから電話をね、かけて確認していただきたいと思います。えー、ここにね、知見の概要ってあるでしょそれから対象となる方ってあるでしょ まずは対象となる方は20歳以上の男女とか膀胱がんの診断を受けている方とかになってきますね。はい。こういうふうな形です。で、治験の概要が書いてあって、募集エリア。これがですね、あの、ご自身の市区町村でなくても、訪問できる方だったら OK ですね。はい。治験とはあ、こういうふうな形ですよってことが書いてます。で、治験参加するメリットなんですけども、 専門の医師による検査が受けられますと。費用の一部軽減という形もありますね。それから次世代への社会貢献ができるということです。で、今回の知見に関しまして、最初からね、いくらいくらの報酬ですよとかね、お礼ですよっていう風なのは出てませんので、ぜひ直接お問い合わせいただいて、治験の方に興味を持っていただければと思います。えー、それでは 知見の詳細やお申し込みは動画概要欄に付けておきますのでそちらの方から直接お問い合わせください。今回は以上です。